沖縄石川ガエルは、両性子無微木赤ガエルか匂いガエル族に分類されるカエル。日本固有種体長オス9.2から10.8センチメートル、メス10.3から11.5センチメートル。背面の皮膚は、円錐形の大型粒子や、下流状の小型粒子で覆われる。背面の体色は緑色で、褐色の半紋が入る。覆面は白く、暗色半が入る。 イシ石川がいると比較すると、背面の褐色斑や、覆面の暗色斑は大型で、暗色斑は複雑な形状をしている。種小名石川は、石川千代松への懸命。以前は、甘み大島の個体群を含み、和名も石川がいるとされていた。2011年に、甘み大島の個体群が、イシ石川がいるとして、 新種記載されたことで本種の和名も変更された。奄美石川がいるとは200万年以上前に分岐したと推定されている。産地にある上緑紅葉樹林内を流れる河川の県流域や上流域の周辺などに生息する。ヤスデ類などの大類、サ類、ガニ類などの甲殻類などを食べる。繁殖様式は乱生。11月から翌4月に、 源流域周辺の岩の割れ目や斜面地下にある、伏流水が溜まった穴などに、500から1000個の卵を産む。妖精は8月に変態し、用体になるが、一部は、翌年の5から6月に変態する。生後2から3年で成熟すると考えられている。同じオスが少なくとも5年にわたり、繁殖地に出没した例がある。方言名として、マヤー枠びチや、枠びチがある。 森林伐採やダム、道路建設による生息地の破壊などにより生息数は減少していると考えられている。名護市では1993年以降は確認されていない。2016年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。1985年に沖縄県の天然記念物に指定されている。 沖縄県では2017年現在、沖縄県レッドリストで絶滅危惧アイビーと判定されている。絶滅危惧アイビーありがとうございます。